マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはお野菜中心の食事に変えたのになかなか痩せないなんてことないですか？確かにやり方を間違えてしまうと逆に太ってしまうんです。そこでこの動画をご覧いただくと痩せるお野菜のダイエット法がわかるんです。もしあなたが痩せるお野菜を知りたいとお考えであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、痩せる野菜5選お伝えしていきたいと思います。では話の流れはこちらです。1つ目、痩せる野菜とは腸内環境が整って、しかも低糖質であることがポイント。この具体的な内容をお伝えしていきます。2つ目、痩せる野菜5選ということで、一体どんな野菜がダイエット向きなのかというのと、食べる注意点ポイントについてお伝えしていきます。ではまず1つ目の項目、腸内環境を整えて低糖質であること。ここがね、痩せる野菜のポイントになってきます。野菜といえば、イコール食物繊維とね、パッとイメージ浮かぶ方も多いと思います。もちろんいろんなお野菜食物繊維が入ってますから、そのことであなたの腸内環境が整って大掃除、デトックスできたり便秘解消ができたり、また痩せるために必要なその血糖値の急上昇を、抑えてくれる効果、こういったのがやはり野菜にはあるんですね。そういったものが多く含まれていること、プラス野菜自体もですね、やはり糖質というものが入ってます。どんなお野菜にもね。ただしその高い糖質量を含むお野菜を食べてしまうと逆に太ってしまうということに、なります。ですから今回私が準備したお野菜というのは、この糖質太る元が非常に低いものを選んでいますから、ぜひ最後までご覧くださいね。では2つ目の項目です。実際に痩せる野菜がどんなものがあるのか、5選ご準備していますので、一つ一つ見ていきましょう。お待たせしました。項目の2つ目、痩せる野菜の一番糖質量が低い順番から5つお伝えしていきたいと思います。まず 100g あたりの糖質量、一番低い順番の第1位はこちら、ほうれん草 0.3g です。ほうれん草は脂肪の蓄積を防いでくれるビタミン B1 が豊富、そして血糖値の急上昇を抑えてくれるので脂肪を溜め込みにくくしてくれる作用があるんですね。またそれだけではありません。チラコイドという成分があなたの食欲を、抑えてくれちゃうんですよ。そしてむくみ改善、ビタミンやミネラルも豊富ということで、栄養価も高くて、しかも太るもと、糖質量が 100g あたり一番低いというお野菜になります。では2つ目です。ブロッコリーです。こちらは 100g あたり糖質量が、0.8g になります。ブロッコリーのダイエット効果なんですけれども、まずはあなたの腸内環境が整うということね、食物繊維が豊富です。そして脂肪の蓄積も抑えてくれます。またデトックス効果も高くて、むくみ改善効果も丸なんですよ。はい、そして3つ目の野菜はこちら、もやしです。 100g あたり糖質量が 1.3g です。でもやしといえばね、もう低カロリーの定番だと思うんですけれども、もちろんカロリーも低いので食べる量もコントロールしやすいですよね。そしてもやしもなんとですね、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もありますから、イコール脂肪の蓄積も抑えることができます。そしてね、アスパラギン酸も入っている関係で代謝を、促進してくれますから、どんどん燃えやすい体に作ることができます。そしてむくみ改善効果もあるのがもやしなんです。では4つ目はレタスになります。 100g あたり糖質量が 1.7g です。レタスもね、やっぱり低カロリーなんですよね。そして食物繊維が豊富なので便秘改善や、また血糖値の急上昇も抑えてくれる。また嬉しいのが老化現象をストップということで、アンチエイジング効果もあるんです。そして最後5つ目は大根です。 100g あたりの糖質量が 2.7g になります。もうまずはね、大根でも水分たっぷりで、もちろん便秘改善にも役立ちますし、代謝もアップしちゃいます。そして血糖値の急上昇も抑えてくれる効果、またむくみ改善効果もあるんですよ。ではここからは痩せる野菜のさらに痩せる食べ方、注意点についてお伝えして終わりたいと思います。
今ご紹介した野菜はですね、いろいろ他にももちろんあるんですが、気軽にどこでもどんな場所でもね、手に入りやすいものからセレクトしております。ぜひご参考にしてください。ただそんな野菜たちもですね、食べ方を間違ってしまうと逆に太っちゃうっていうね、残念な結果になります。そこでそのポイントとしてこちら、1つ目、バランスよくです。例えばね、一番糖質量が少なかったほうれん草ありましたよね。だからといってほうれん草ばっかり食べるっていうのはね、ダメなんです。どうしてかというと、その一つのね、品目ばっかりのばっか食べの方っていうのは栄養が偏ったりですとか、とにかくですね、腸内細菌のですね、種類を増やすことができないんですね。そうすると痩せないわけです。ですから今ご紹介した野菜5つをこうバランスよく、もちろん他の野菜も入れながらバランスよくね、取ってあげて、腸内細菌の種類とか数とかね、そういったのを増やして栄養をしっかり取るっていうのがね、痩せるポイントになるんですね。で2つ目、食前に食べるです。もうがっつりですね、太るものを食べた後に先ほどのお野菜を食べてもね、痩せません。ポイントは最初にお野菜を食べしてしまってから他のものを食べる、これがポイントになります。そうすると食欲も抑えることができますし、血糖値の急上昇も抑えることができますから、後から食べたものの脂肪の蓄積を抑えることができやすくなるっていう食べ方になるんですね。そして最後3つ目、こことってもポイントです。味付けや調理法に注意。これがですね、例えば今ご紹介した野菜がね、痩せるからといって一生懸命食べる方多いなんですよね。でもそれだけではですね、痩せません。食べ方、味付けがポイントなんです。ですからやはり、例えばとっても高カロリーのオイルたっぷりのドレッシングをドバドバかけたりとか、化学調味料やね、余計な添加物が入ったようなものを使うっていうのもこれ NG です。そもそもそういったものを使うこと自体が痩せることから遠ざかってしまいますから、気をつけましょう。でまた調理法もそうですよね。ほうれん草がいいと思っても、そこに生クリームとかたっぷりのですね、高カロリーのものを組み合わせたりとか、グラタンにしたりとか、パンに入れたりとかね、そういった太るものと掛け合わせて食べても痩せません。ですからポイントはですね、そういった油物とかこってりしたものと合わせるのではなくって、もう本当にね、蒸してみるとか、焼く時もですね、オリーブオイルとかそういったいいオイルで焼く、そういったね、工夫がとっても大切になってくるんですね。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のまとめは、腸内環境が整って太るもと、糖質量が少ないお野菜を選びましょう。そのお野菜たちは5つありましたね。ただしそればっかり食べていいわけではありませんでした。しっかりとバランスよく、そして味付けも大切、組み合わせも大切ですよ、でしたね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。